レイスのクラブライス。これでかっこよくなるぞ。ね、やっとバカにされるんですもんな。うん。中古なので塗装剥がれとかあるので、まあ少しぐらいなのでタッチペンでちょっと補修します。純正の鉄筋サイズは16インチの PCD100 で 6.5J のプラス47です。レイズのグラムライツの 57C は16インチの PCD100 の 7J のプラス33です。計算上は片側が 0.5J だと 12.7mm ですので、半分外に出る場合は 6.3mm 外に出ることになります。0.5J 分が6.3mm と、鉄筋のプラス47とグラムライツのプラス33、差し引きして 14mm。で、6.3mm と 14.3mm 足すと 20.3mm です。約 20mm 外側に出る計算で、ちょうどいい具合に、面打ちはいかなかったですけど、ちょっと面打ちなんで、ディーラーの点検とか入庫も問題ないと思います。とりあえずね、つなぎで16インチアルミ交換しました。普段履き用には、いずれ17インチか18インチを入れようと思います。なんか感想はある？5本スポーク、めっちゃ洗いやすいね。勝ったやな、それ。レイズのグラムライツ。まあ、チンチグリーンやけど、え、かっこいい。アップルガレージで3万の激安中古アルミ。まあ、悪くないね。腐ってもレイズ。うん、うん、まあ一応レイズやでね。だけど5本スポークやと本当に5本スポークやっぱ似合うね、スポーツカーはね、うん、スポーツカー似合っとるし、うん、いいよ、すごい、うん、86には似合う、うん、うん、そう、カットやな、なんで？もういいわ、俺なんて言えばいいと、よ